日本では出会うことのない友達と共通の話題で盛り上がったり、週末にハイキングとかマリンスポーツとか一緒にして楽しんだり、すごい充実した寮生活です。家族と離れて暮らしているので、心細いことはありますが、友達と一緒なので楽しく過ごしています。自然が豊かな分、週末にビーチに行ったりだとか、イルカを見に行ったりだとか、日本ではなかなかできないことがいっぱいできて、すごい楽しいです。ではなかなかハワイの現地の文化とかに触れることが多くないと思うんですけど、やっぱり現地にいる分、なかなか触れ合うことのできないハワイのカルチャーとかに触れ合うことができて、すごい特別な経験になると思います。寮の中では毎日自習時間が設けられたりしていて、静かに勉強できる時間は確保されています。あとクラスに関しては、大学の単位が取れる AP のクラスであったり、日本でいう特進のクラスなどがあったりして、自分のレベルに合わせて自分の興味のあることを追求できると思います。部活に関して、私はバスケットボール部のマネージャーをしているんですが、どこの部活もすごくマネージャーとプレイヤー同士も仲良くて、すごく楽しく活動しています。日本で育ってきた皆さんには、すごい新しい環境で、全然日本の環境と全く180度違う環境だと思うんですけど、すごい自然が豊かで、自分の本当に好きなことを追求できる場所だと思います。ぜひ機会があれば一度見に来てください。